旧加古川町公会堂は、日本の兵庫県加古川市加古川町木村に所在する、昭和前期の近代建築。1971年から2021年までは、公立図書館として使用された。元兵庫県営前課長の沖を明が設計した西洋建築で、1935年に、加古川町公会堂として竣工した。完成当時は、演劇や、 各種の講演会が開催され、地域の文化において中心的存在であった。アールデコ風の幾何学模様にデザインされたステンドグラスの大アーチ窓や側面の連続アーチ窓、スクラッチタイル張りの一階正面部分に大きな特徴がある。1971年から加古川市立図書館の本館として利用されてきたが、1987年に開館した。 平岡町の加古川総合文化センター図書館が2006年の組織再編で新たに私立中央図書館となり、旧行街道の本館が加古川町地域の文館、加古川図書館として中央図書館の廃下に置かれる主従逆転が行われた。市内には、この2館の他にウェルネスパーク図書館、海洋文化センター図書室が設置されているが、礼器上は、 中央図書館と加古川図書館の日館が加古川市立図書館を構成しており他の一館一室は別個の条例が設置根拠とされる2008年兵庫県の景観形成重要建造物に指定1944年には三島幸男が公会堂の横にある松の木のそばで徴兵検査を受けたことでも知られておりこの松は当時と変わらない枝ぶりで現存している 半自伝的小説の仮面の告白には、この時の様子が描かれる。田舎のタイで検査を受けた方が、日を朝が目立って取られないで済むかもしれないという父の入り知恵で、私は近畿地方の本籍地の知県で検査を受けていた。農村青年たちが軽々と十回も持ち上げる米俵を、私は胸までも持ち上げられずに、検査官の失笑を買ったにもかかわらず、 結果は、第二四種主合格で、三島幸夫、仮面の告白三島が公開堂で、徴兵検査を受けたという事実は、公文書から確認されている。第二四種主合格は、いわば補欠要因であった。小説では、招集令状が届くまでの心の動きは描かれて、いないが、しばらくは、捨てを使ってでも少しでも早く入営時期を知らせて、欲しい。 支急村役場へ紹介を骨付。何とか手を回せばわからぬはずむのこと切羽詰まった様子を両親に書き送るなど、招集の不安を抱えながら日々を過ごしていた。三島はこの当時、勤労病院で群馬県の工場に滞在中であり、いきなり招集令状が届けば、期日によっては直接入営先に向けて出発しなければならない可能性もあったため、 東京に住む家族に会えないままに召集されることを極度に恐れていたと言われる。内装のステンドグラス、加古川町公会堂と同時期に近隣で建てられた加古川町役場や加古川第一、尋常高等小学校などの近代建築はいずれも後年に取り壊されて現存していないため、その希少性が評価されており2015年には日本建築学会近畿支部が 加古川市に対し、戦前に建てられた歴史的、文化的価値の高い施設として、保存を要望している。しかし、加古川市では、急行街道が、地区80年以上を経過し、耐震強度不足や雨漏りが問題となっているのに、加え、市内の公共施設再配置計画策定と時期が、重なったことを理由として、耐震補強工事の実施には、否定的な姿勢をとっている。 加古川図書館は2021年10月1日より、加古川駅前のカピル21ビル6階で移転開館した。急行街道は図書館移転後も当面は書庫として利用するものの、保存に関しては解体も選択肢だが、強い思いを持っている人がいることもわかっている。慎重に話し合いたいとしつつも、白紙状態とされている。玄関部分、ありがとうございます。